始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。まずは企業様より会社説明をしていただきまして、その後キャリアについてや事業についてなどご質問をさせていただき、最後に就活生の本当に知りたい質問というのをさせていただきます。では今回の企業はジャルックスさんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介をお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。まず私からですね、2020年に入社をしました。今入社5年目となります清藤と申します。日々採用担当をしておりまして、入社以降ずっとこういったお仕事をしております。生まれも育ちも関西というところで、就職を機に東京に出てきて、今楽しみながら仕事をしている中です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではお願いいたします。はい、同じく採用担当をしております入社2年目、2023年入社の山形と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは本題にあっていきましょう。まずは会社説明をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。改めまして株式会社ジャルックスと申します。本日は短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまず私の方から会社の概要についてご説明をさせていただきます。改めまして株式会社ジャルックスと申します。本社は東京の品川にございまして、国内海外いくつか拠点を構えております。従業員数こちら1905名というふうに書いておりますけれども、こちらは我々ジャルックスグループの連結子会社の人数を含めた総数となっておりますので、当社単体で申し上げるとおよそ400名から500名弱ぐらいの規模の会社というふうにイメージをいただければと思います。はい、遠隔についてはこの後、ご説明をさせていただきますので、一旦次のスライドに進みます。はい、それではですね、我々ジャルックスのこれまでの成り立ちというところと今後の展望についても少しお話をさせていただきます。名前の冒頭に JAL というふうに入っておりますので、すでにお気づきの方もいらっしゃるかなと思いますけれども、我々ですね、今から約60年ほど前に航空会社である日本航空、JAL の長寿機能を担当する商社という立場で誕生をいたしました。でこの航空会社である JAL のお仕事というのはですね、人や物といったものを目的地に運ぶ運送業となるんですけれども、飛行機が一機飛ぶにあたってはですね、その周辺でさまざまな仕事が付帯して発生をしてきますので、そういったものを我々が商社という立場でサポートをしてきた、そんな背景で生まれた会社となります。はい、でですね、こちら右側になりますけれども、我々ですね、総合商社の創設からも一部資本の提供を受けておりまして、業界業種でいうとですね、いわゆる商社という業界で日々活動している、そんな会社となっております。はい、そんな形で我々普段はこう商社として活動しているんですけれども、 JAL グループの中においてはですね、いわゆるこう非航空系事業と呼ばれている、この航空機の運航に頼らずともですね、こう商社として収益を上げていく、そんな、こうところを目指しているような、こう中核を担っている会社というふうに位置づけられております。実際に航空業界であったりですとか、航空に関連したこうビジネスというところはですね、非常に参入障壁が高いといいますか、独自性のあるような事業がございます。一方で我々商社として幅広い事業も手掛けておりますので、そんな形で我々独自の立ち位置というところでですね、今後も新しい価値を生み出していくというところで尽力をしているという形になります。はい、それでは我々 JALX の具体的な事業内容についてご紹介をさせていただく前にですね、今日は初めて商社の説明を聞くという方もいらっしゃるかなと思いまして、我々商社と呼ばれている業界が普段何をしている会社なのかというところをお話をさせていただければと思います。我々ですね、大きく分けて2つ、このトレーディングと呼ばれている事業と事業投資と呼ばれている大きく2つの領域で日々活動をしている、そんな会社というふうにイメージをいただければと思います。これらそれぞれの名前からなんとなくイメージはいただけるかなと思うんですけれども、実際にこの後我々の具体的な事業内容のご紹介の中で、これらこういった単語が再びこう登場するかなと思いますので、一つ頭の片隅に置いておいていただければと思います。はい、それではですね、我々 JALX の具体的な事業内容についてご紹介をさせていただきます。我々 JALX ですね、こちら記載の大きく分けて4つの領域に日々事業を展開している、そんな会社です。左上から航空空港事業、ライフサービス事業、リテール事業、フーズビバレッジ事業の大きく分けて4つの領域に展開をしております。今日はお時間許す限りですね、これらそれぞれの領域から各部署のご紹介ができればというふうに思っております。はい、それでは早速一つ目いきます。航空空港事業からですね、こちらはですね、いわゆる航空機に関連したような機材、航空機関連の部品といったところのトレーディングであったりですとか、いわゆる航空機体そのものであったりですとか、エンジンといったものの商材としては取り扱っているといった形になります。
まあ、具体的にはですね、海外、世界中にですね、まあ、航空機メーカーであったりですとか、まあ、エンジンメーカー、いわゆるサプライヤーが世界中におりますので、我々が商社としてそれらをこう輸入してきて、まあ、国内のエアライン、まあ、これは日本航空に限りませんけれども、さまざまな国内のエアラインさんであったりですとか、エンジンメーカーさんといったところにこれら機材、部品を卸しているといったものでございます。下のところについてはこちら空港運営というふうに書いてありますけれども、実は我々は現在海外で国際空港の運営にも携わっております。こちらはいわゆる事業投資と呼ばれている領域でのお仕事になるんですけれども、実際にこう現地での空港の運営会社に対して我々の方からですね、様々な経営資源を投資をしていくといった形で空港の運営に携わっております。ということで、続いてですね、2つ目の事業領域、ライフサービス事業のご紹介させていただきます。先ほど我々 JALUX という会社はいわゆる非航空系事業になっているような会社というふうにお話をさせていただいたんですけれども、まさにこのライフサービス事業についてはですね、その最前線に走っているような、そんな部署も多いような領域となっております。はい、こちらも上からざっとご紹介をさせていただきますと、まずはですね、不動産開発というところで我々国内海外でですね、不動産の開発事業、運営事業というところも手掛けております。はい、昨今ではですね、SDGs であったりですとか、環境に配慮というところも主軸に置いたような、様々な機械、資材というところも取り扱っておりますし、ソフト面で言うとですね、こういった保険商品というものも取り扱っています。いわゆるこう代理店というところにはなるんですけれども、法人向け、個人向け、それぞれですね、商品を取り扱っているという形になっています。一つですね、我々 JAL グループ全体として持っている、非常にこう大きな顧客基盤として、JAL マイルというものがあるんですけれども、そういったものも活かしていきながらですね、商材の幅を商社として広げていっているといった形の事業となっております。はい、続いて3つ目、リテール事業のご紹介させていただきます。ここまで2つの事業領域についてはいわゆる B2B と呼ばれている事業が中心ではあったんですけれども、こちら3つ目のリテール事業についてはですね、いわゆる B2C といった領域も手掛けている、そんな領域となっています。はい、こちらも上からざっとご紹介させていただくとですね、空港店舗やったりですとか、国内空港、海外空港での免税店の運営というところに加えてですね、日本航空の機内の背もたれにですね、機内紙が入っているんですけれども、ああいったものの製作であったりですとか、そちらに掲載しているような機内販売品の企画開発といったことも行っております。はい、加えてオンラインショッピングサイト、EC 事業といった領域であったりですとか、他のブランドさん、メーカーさんとコラボしたような新商品の開発といったところも行っておりますので、いわゆるこうマーケティングといった領域でのお仕事も社内にはあるという形になっています。はい、それでは最後4つ目、フーズビバレッジ事業のご紹介させていただきます。このあたりはまさにですね、全く航空関係なくですね、普通にこう商社として事業を行っているような領域もあったりするんですけれども、こちらも上からご紹介をさせていただきます。1つ目ですね、水産品、農産品といったところ、こちらはトレーディングとなるんですけれども、海外から世界中のですね、原産国から日本に商品を輸入しているという形になっています。はい、で加えて、ユニークなところで言うとですね、ワインの輸入であったりですとか、加工食品というところも手掛けております。はい、で加えてこちらはやや航空関連にも紐づくかなと思うんですけれども、機内食であったりですとか、空弁といったようなですね、企画開発といったお仕事もありますので、食品一つとっても本当にいろんなことをやっている会社なんだなというふうなイメージをいただければと思います。はい、ということで、ざっとご紹介をさせていただきましたけれども、今日ぜひ皆さんにご理解いただきたいところとしてはですね、我々は決して航空の専門商社ではないというところですね、総合的に幅広くいろんな事業を手掛けておりますので、本当にいろんなことができる会社なんだなというところをぜひご認識いただければ嬉しく思います。はい、最後になりますけれども、当社の今後の夏の就業体験についてご案内をさせていただきます。はい、当社ですね、8月から9月にかけてワンデーの就業体験を実施を予定をしております。こちらは航空業界、商社業界、それぞれにまたがっている、JALUX ならではの企画というところで、今回はご参加いただく皆様に参加いただくコースを選んでいただく、そんな形での形式を予定をしております。プログラムの詳しい詳細はですね、今後エントリーいただいた後のマイページにてご案内をさせていただく予定ですので、皆様からのエントリーぜひお待ちしております。それでは事業内容のご紹介と今後のご案内については以上とさせていただきます。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきます。改めて今回のトークテーマを見てみましょう。こちらです。では上から順番にお伺いしていきたいと思います。まず1つ目、航空×商社、その独自性と強みとはということで、
まあ、まずですね、こう JALX さんが航空かける商社というところなので、はい、まあ、そもそもこうどんなことをしているのかだったりとかっていう部分がねちょっと気になっている学生さんもいるんじゃないかなと思いますので、まあ、まずはあの JAL と双日のこう2つの会社が土台になっているということのこうメリットだったりとか、うん、そういったところもぜひちょっと具体的に教えていただいてもよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。メリットっていうところなんですけれども、まず JAL の観点から言うとですね、うん、やっぱり商社って B2B のお仕事が中心、うん、仕入れ先も会社さん、うん、卸先も会社さんっていうところで、あの最終的にその商品をお届けする消費者の方々であったり、まあ、最終エンドユーザーっていうところの方には日々触れ合えないあの業態ではあるかなとは思っているんですけれども、やっぱりこちら日々あのお客様と接しているあの日本航空っていうところがバックにいるっていうところで、我々もあのそういったお客様との接点をたくさん持てるようないわゆる B2C の仕事もたくさんできるのが一つメリットであったり魅力かなっていうふうに思っております。はい、そうですよね。先ほどもね結構こうねあの商品を開発されてといいますか、はい、はい、やってらっしゃって、まあ、なかなかね商社さんでそこまで入っていく、はい、っていうことはないので、まあ、やっぱこれ JALX さんの、はいはい、その土台ありきのメリットなのかななんていうのを思っておりました。はい、ちなみに、JALX さんのこうどういったようなこう顧客層だったりとか、はい、あとはその顧客が抱えている課題とかってどういったようなことだったりされるんですか。そうですね、はい、あの抱えている顧客っていうところは本当に幅広くって、うん、やっぱりいろんな事業をやっているので、はい、あの事業によってお客様先って違っていて、うん、食品部隊であればレストランの方であったりですとか、うん、メーカーの方であったり市場の方々っていう形になりますし、やっぱり航空事業っていう形になってくるとエアライン会社さんでしたり、まあ、航空機をそれこそ修理整備作っていたりする重工会社さんっていうところにはなっているので、課題は様々かなとは思っているんですけれども、我々としてはあのもうすでに、まあ、B2C 寄りで仕事もできている、はい、お客様にも近いところで仕事はできていると思いながら、やっぱりここを事業投資をもっともっとたくさんしていって、はい、お客様が抱えているあのこういうものを作ってほしいでしたり、うん、こういうふうな事業をやってほしいっていうところを解決できるように、やっぱりそれって自社だけだとなかなか難しいところもこれまでやってきても感じてはおりますので、はい、まあ、それに協力してくれる会社さんであったり、うん、仕入れ先さん卸先さんっていうところを、まあ、業務提携したりだとか、はい、ちょっと買収するっていう形で、うん、どんどん事業の幅を広げていきたいなと感じています。はい、はい、ありがとうございます。とこう新規事業だったりとかこう非航空領域も扱っていらっしゃるところも独自性だと思うんですけども、はいはい、そういったところではなんかこうポテンシャルだったりとかっていうのはありますか。やっぱりここもですね、はい、うん、我々実は JAL 日本航空の正式な傘下に戻ったのってちょうど2年前になっておりますので、うん、はい、あのその中で顧客基盤をより使わせてもらえるようになったっていうところがあるので、はい、そういったまだあの接点を持ててないお客様に対していろんな商品を展開していきたいなっていうふうには、うん、あの潜在的にまだまだできるんじゃないかなと考えてます。はい、はい、ありがとうございます。あと先ほど あの会社説明の際にも結構海外の空港運営とかにも事業投資されてたりとか、はい、結構こういったね面白いこともやられているなと思うんですけど、はいはい、何かこうあの木藤さんが感じる、あ、これって結構うちっぽくて面白いなって思うような事業とかってありますか。事業ですね、やっぱりその独自性っていうところにも入ってくるんですけれども、うん、先ほどの事業紹介にもあった通り、はい、あのまあ商社って今いろんな業界に参入をしている、うん、あのそんな業界ではあるんですけれども、我々が強みとしている航空空港の事業って、うん、なかなかその新規業界の参入障壁が高いというか難しいと言われている中で、我々ってその中で自社で運営している免税店とか、それこそお土産物屋さんを持っているっていうところがあるので、本当に私たちにしかできない仕事があったりですとか、私たちにしか出会えないお客様であったり価値提供のできる可能性はたくさんあるんじゃないかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。では続いて次の専門トークテーマに参りたいと思います。入社して1年率直の感想はということで、まあ、山形さんが、ね、ちょうどあの丸1年入社して立たれたというところなので、はい、まあ、1年間こう働いてきての率直な感想というのをお伺いしていきたいんですけども、まあ、まずはそもそもこうなぜあの JALX さんを志望されて入社されたのか伺ってもいいですか。はい、ありがとうございます。私はもともと航空業界も少しこう興味があって、うん、はい、あのこう受けるこう企業としてこう受ける先の候補にこう JALX も一つ入っていたというところはこうきっかけとしては、はい、ありました。でこう就職活動をこう続けていく中で、やっぱりこう自分のやりたいことっていうところがこうまだまだ定まっていないなというところはこう気づいたっていうところでですね、うん、はい、あの本当にこう
自分自身この企業を受けててそうだったんですけれども、まあ、やっぱり本当に何でもできる環境があるような会社っていうところをこう調べれば調べるほどこう感じたので、まあ、そこでまあこの会社であればまあいい意味でこう長く働いていけるんじゃないかなというところが最後決め手になったかなというところがあります、はい、じゃあこう商社をっていうのはまずは航空業界をの入り口だったんですね、山形さんは商社自体をこう中心に見ていたわけではなくてっていうところはあります、はいうん、同期の方だったりとかはこうどんな業界を見られた方が多いんですか？そうですね、ありがとうございます、うん、私みたいにもともと航空きっかけで入ってくるような同期もいますし、うん、一方で先ほどのように商社というところをこう見ていくうちの一社として、うん、ジャルックスという会社をこう知るような同期もいたりすると思います。で加えてやっぱこうインフラというところも少なからずこう、うん、関わっていたりするので、うんまあ、そういった意味で言うとこうやっぱ空港じゃないですけど、うん、なんかそんなような形で少しインフラにもこう寄与するような仕事がしたいという同期もいるかなと、はい、見ています。で皆さんこうきっかけはいろいろな角度から入られて でも最終的にこうジャックスというフィールドで頑張っていこうというふうに入社されているということですね、はい、ありがとうございます。ちなみにこう入社される前とこうされた後での何かこうギャップとかってありますか？そうですね、ここは本当いい意味でギャップはなかったなと感じています、うんはい、率直な感想っていうところにもなるんですけど、うん、私もともとこの会社にこう最後決めたところの一つとしては、うん、やっぱりこう非常に裁量が大きいっていうところ、はい、ここは年次問わずこうチャレンジさせてもらえる環境があるというところはイメージをしてこの会社に決めたんですけれども、はいまあ、実際に入ってみて、まあ、そんな環境があったので、うん、ここはやりがいにも感じているというところになります、うん、はい。なんかこうね、結構スケールの大きい事業をやられているのでなんか若手が裁量を持つのとかって難しそうなイメージがあったんですけれども、うんはい、なんかこう実際のご経験だったりとかもしくは同期とかのエピソードでもいいんですけど、なんかこう若手でこんなことをやってるっていうようなものがあればぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。まず私の話っていうところで言うと、うん、やっぱりこう1年目2年目からですねこう採用の、まあ、最前線というか、うん、現場に立たせていただ立たせてもらって、うん、いろんなこう説明会の企画をさせてもらったりだとか、うん、いろんなこういった形でご説明会に出るというところはまず非常にやりがいに感じていますと、うん、ところはあります。で加えて同期なんかの話で言うとやっぱりこう1年目から部署によってはこうガンガン海外出張に行くような同期だったりですとか、うん、こう自分で商品企画してそれをこう販売するところまでこう持っていくみたいな同期もいたりするので、そのあたりは他の部署の同期を見ていても楽しそうに働いてるなというか、うん、精一杯働いてるなというところは感じてます、はい、はい。何かこう1年仕事をしてきてこれは大変だったみたいなこととかありますか？そうですね、はい、やっぱり採用というところのちょっと細かい話になってしまうんですけれども、うん、やっぱりこう面接官だったりとか、うん、採用というところで言うと、企業の一番最初にこう学生様が見るようなこう社員でいうと我々こう人事になるので、うん、やっぱそこのこうそもそもこう一番最初のこう入り口としての、うん、自分っていうところがかなり難しかったかなっていうところは、うん、はい、感じてます、うんうんうん、はい、ちなみに山形さんは人事を希望されてとかなんですか？配属とかってどんな感じで決まったんですか？そうですね、私はもともと結論で言うと人事を希望して入りました、うん、当社は配属の決まり方にもなるんですけど、はい、将来的にこうジョブローテーションという形で、うん、いくつかの領域を経由して、はい、ステップアップをしていくというこうキャリアを敷いておりるんですけれども、うん、こういった人事も含めてこう管理系の部署、コーポレート系の部署であれば、うん、最初にこう会社のことを広く知れるかなと思って、はい、人事も希望の一つには入りました、はい、そうです。実際1年働いてみてその入社前に思ってた会社とのある意味こう中で働いたからこそ見えてきたものもありますか？そうですね、本当に入る前には全然知らなかった業務内容だったりとか部署事業内容というところも知れば知るほどこう新しく出てくるというところはあります。まだまだ全然社内にも知らない仕事というか、はい、細かくこう突き詰めていけばこんなこともやってたんだというところもまだまだあるんじゃないかなと思ってます、はいはい。でちょっとこう難しいなというふうに感じているところでもあるかと思うんですけれども、うん、やっぱりこの JAL グループと我々こう創実も少しこう入っているというところで、はい、この航空会社と商社が半々ぐらいの会社ではあるんですけれども、やっぱりこの航空業界というところは非常にこうブランドっていうところ、はい、安全安心品質っていうところは非常にこう大事にしているような領域かと思います。で一方で商社っていう業界は多少こう失敗してもいいので、チャレンジをしていきましょうというようなこう雰囲気があるような会社かなと思っているので、はい、このあたりはこう伝統のブランドっていうところと、挑戦していくっていうところがこうかなりせめぎ合っているというところは私も社内を見てみて時々感じるところはあります、はい、でもこの2社の、ね、土台があるからこそのそういう異なった文化がこうのハイブリッドが御社だっていうことなんですかね、はい、可能性が広がったなと思います、うん、はい、ありがとうございます。では3つ目のトークテーマに参りましょう。
海外ではどんな活躍フィールドがあるのということで、まあ、やっぱり航空とか商社というと結構こう海外で働けるのかなみたいなキーワードが外せないんではないかなと思っているんですけれども、ちなみに海外にこう行きたいという方はこう希望性だったりするんですか、どんな感じで、はいはい、手を挙げてっていうところはありますので、我々先ほどもお話しした通り海外出張は1年目からやっぱり現場で見て学ぶっていうところで行く社員は多いんですけれども、はい、駐在となってくると、実績でいうと今入社 5,6 年目をめどに行っているような形となります、で、まあ、その社員たちも基本的には手を挙げていきたいという意欲をずっと人事にアピールして、それが実現したっていうところにはなってくるので、まあ、5年目っていう理由もですね、やっぱり行ってからもちろんプレイヤーとして仕事をしていただくっていう側面もあるんですけれども、現地で雇っているスタッフの方々をまとめる、そのマネジメントの仕事もしていただく、ポジションについていただくことにはなるので、ここは入社して 4,5 年、国内外で経験を積んで、次は駐在員というキャリアを歩んでいる社員はいるかなと思います。駐在に行かれる場合は海外のオフィスのところに行かれるっていう感じなんですか？そうですね、海外オフィスに出張にしに行ったりですとか、あとは取引先さんのところ直接行ったりですとか、他にも何か商材を扱うってなると、その新しい商材が集まっている展示会とか、そういったところに半年に1回見に行って、新しい商品また日本に卸してくるとか、そんな仕事もしています。はい、ありがとうございます。ちなみにその海外に行く場合にこう語学スキルだったりとか、何かそういうこういうことができないとみたいなのもあるんですか？よく学生さんにも聞かれるんですけれども、ここは何か専攻の時点で英語を基準に、それこそ専攻の合否を判断したりっていうことは全くないので、ご自身としてどんな仕事がしたいのか、じゃあどんなスキルが必要なのかっていうところを考えていただいて、で入社後にもしっかり学べる環境はあるかなと思います、でもやっぱり駐在に行くってなるとですね、少なからず英語は、そこまで高いレベルではないんですけれども、身につけていただいていった方が、仕事としてもやりやすいんじゃないかなと思います、何かその英語を学ぶ機会が入社されてからもあるということだったんですけど、何か制度とかであるんですか？そうですね、入っていただいてからの新入社員研修の中でもプログラム組んでおりますし、あとはちょっと自己啓発みたいなところで就業時間外で頑張っていただくものになるんですけれども、通信教育も設けておりますので、そこでちょっとオンライン英会話、会社の費用でやってみたりですとか、リスニング、リーディング、それぞれ苦手なものって違うかなと思いますので、それぞれニーズに合わせた講座っていうところはたくさん用意しています。でも会社負担でやらせていただけるのは嬉しいですよね。はい、いろんな社員受けてます。はい、ありがとうございます。では次のテーマに参りたいと思います。ジャルックスだからこそ得られる経験スキルはということで、ジャルックスだからこそ身につくスキルだったりというのをちょっと伺っていきたいんですけれども、ちょっと商社というと、トレーディングとか事業投資のスキルが得られるという認識の学生さんが多いかなと思うんですけど、ジャルックスさんだからこそこんなスキルが身につくよというものがあれば、ぜひ具体的に教えていただきたいです。そうですね、ありがとうございます。先ほどの少し会社の中の会社概要の中でも少し触れさせていただいたんですけれども、当社単体で約こう社員規模でいうと400名ぐらいの規模の会社となっております。商社の中では比較的中規模かなと思うんですけれども、例えばこう具体的なこう事業内容の中でご紹介させていただくとですね、社内にこう水産部という部署があるんですけれども、結構規模の大きい商社だったりですとか、そういったこう商材、特定の商材をこう専門に取り扱っているような商社になってくるとですね、おそらく例えばこう海外で原料を調達してくるような専門の部署があったりですとか、それをこう海外を経由して加工をしてくるような専門の部署に分かれていたりですとか、日本のお客様に向けてこう販売するようなこう営業部隊に分かれていたりですとか、こう一つの商品商材の中でもこう担当する業務って結構こう分かれてくるような会社も多いかなと思うんですけれども、我々ジャルックスという会社はいい意味でこう中規模かなと思っておりまして、一つの商品商材というところを一つの部署、一人の社員がこう調達から販売までこう一貫して経験できるというところは、私もこの1年間見ていて感じるところではありますので、そういった意味でこう全てのこうビジネスの流れに携われるっていうところは、当社ならではの強みなんじゃないかなと思ってます、確かにそうですね、会社が、大きいといろいろとこう分業されていることがあるんですけど、ここ一気通貫するので本当に商社の仕事を体感できるっていうのが当社の働き方かなとは、でも逆に新卒で入るとなかなか難しいことも多いんじゃないかと思うんですが、そういうのはどういうふうにその新入社員の方をそうやってこう育成されていってるんですか？
そうですね、まあ、ここは部署によってっていうところはもちろん仕事内容だったりとかお客様先っていうところで違うかなというところはあるんですけれども、新入社員にこうある程度こう裁量というか仕事の量というかこう質もかなり高いものが与えられているっていうところはある一方で、やっぱりこう部署の中でのこう先輩だったりですとか周りの方っていうところのサポートも非常に手厚いなと感じています。自分の部署っていうところももちろんそうですし、何かこう社内の中でこう横断的に取り組まなければいけないっていうことがあった時に、こう他の部署の先輩でもこう心優しく教えてくれるというか、こう本当気楽にサポートしていただけるよう なんかそんな環境もある、こうあったかいような会社かなとは思っています。なんかこう自分がやらせてもらっても、最悪先輩や上司たちがこうカバーしてくれるみたいな安心感を持って挑戦できる環境、サポートがあるという状態で挑戦ができる環境かなと思います。ありがとうございます。現場では実際にそうやって仕事を覚えながらこう挑戦しながらというふうに皆さん成長していかれていると思うんですけど、何かこう研修だったりとか他にもそういったこうスキルアップのために支えているような制度だったりとかってあられますか？もう最近研修にはすごく力を入れているというところになっていて、研修のラインナップも広げているという形にはなるんですけれども、やっぱり新入社員研修を受けていただいた後、配属されて求められるスキルであったり知識っていうものが異なっていく中で、前者としての研修ももちろんなんですけれども、各本部であったり各事業部が用意した研修っていうところをまずは新入社員に受けていただいたり、航空機のトレーニングやりますよってなった時に、まず部品の名前全然知らないっていうところから始まるかと思いますので、そういったところとか航空法とかも学ばないといけない、そんなものになってくるので、実際に部隊に配属された後も、それぞれ研修があったりですとか、前者としてもそれぞれとしてもいろいろ用意してるかなとは思います。そうですよね、事業部によってもまた全然そのやっている事業だったり本当に出てくる専門用語とかも異なるので、まずはしっかりと新人研修の後に事業部でもそういったものが用意されているという、ちなみに新人研修ってどれくらいの期間やられるんですか？3週間から1ヶ月ぐらいですね。どんなことをやられてるんですか？本当に会社員というかこう社会人としての基礎というところからもちろん始まるんですけれども、そういったビジネスマナーであったりとか、加えてJALUXってそもそもこういう会社ですだったりとか、こうしっかりこう社員として入ったっていうところを踏まえて、会社の歴史だったりとか、より細かくこう会社の中にはこういった部署がありますだったりですとかっていうところがあります。実際に我々がこう普段手掛けているようなこうビジネスの現場を見に行くようなこう機会もあったりしますので、そんなところもこう踏まえていただきながらこう配属も決めていただくという形になるかなと思います。ではこうジョブローテーションがあるとお伝えしたと思うんですが、こう皆さんキャリアっていうのはこうどんなふうに自分でこう選択されていくんですか？そうですね、ここは新卒でかつ総合職で入っていただいた場合には、ジョブローテーションが必須っていう形になってくるので、実は私今人事におりますが、おそらく来年違う部隊に移動して、その移動っていうところも先ほどお話しした4つの事業をまた超えるような移動になりますので、管理にいる私は次営業部隊に行ったり、航空事業やってる人が食品事業やるみたいな感じになります。で、会社の思いとしてはやはり若手のうちにこれだけいろんな事業をやっている会社ですので、いろんな経験とか知識蓄えていただきたいっていうところと、やっぱりまだまだ若いので自分としてどんな仕事が合っているのかであったり、今どんな経験が好きなのかやっていきたいのかっていうところを模索してほしいなとは思っておりますので、2つ以上の部署を経験して、2つ経験するとだいたい入社5、6年ぐらいにはなってくるかなとは今後思うんですけれども、その後はもう社員に正直寄り切りでして、駐在に目指す社員もおりますし、実際にその一つの業務のスペシャリストになりたいっていう方もいますし、やっぱり自分は管理職をやりたいっていうキャリアも出てくるかなとは思いますので、そこは社員のなりたい姿によって我々会社としてもサポートしていくという形になります。でも本当にこういろんな事業があるからこそ、いろんなその分キャリアもあるという、大変ではあるんですけれども、本当に移動するだけで転職したようなそんな会社だと社内でもよく聞いています。でもこう会社を変えずにそれだけ全然違うことにこうやらせてもらえるってすごくいい環境ですよね。ありがとうございます。では最後のトークテーマに参ります。どんな資質を持った人が活躍しているということでですね、ここでこうJALUXさんのカルチャーにもちょっと関わってくる部分かなと思うんですけれども、
まあ、本当にいろんな方と関わりながらやっていくお仕事だと思うんで、まあ、こうどんな人がこう合ってるとかっていうのはありますか？ありがとうございます。特に若手社員にフォーカスした回答になるかなとは思うんですけれども、うん、当社の企業文化ってチャレンジ&チェンジっていうところを掲げているんですね、うん、やっぱり挑戦して変化していくっていう、うん、気持ちを持った方と一緒に仕事がしたいですし、そういった方が活躍されているっていうところにはあります、うん、で実際に、まあ、挑戦できる環境はある中でですね、はい、これだけの規模でやっておりますので、まあ、その中でどれだけ自分の意見が発信できるのかっていうところの資質も大事ですし、やっぱりその思いを言語化できる力があるっていうところは、はい、よりご自身の成長としてもそれが会社の成長にもつながってくるかなとは思っているので、まあ、自己発信ができるっていうところ、もしかすると当たり前なんじゃないかなと感じてはいるとは思うんですけれども、やっぱりそれって普段からいろいろアンテナ張ってたりだとか、自分としてこんな仕事がしたいなって考えていなければできないことかなっていうふうには思っているので、はい、その根幹があってそれを発信する力がある人って本当にたくさん活躍しているなと思います、うん、でもやっぱこうその発信する人が合っているってことは、やっぱりそういった発信もちゃんと会社としても受け入れてくれるっていう環境あるっていうことですよね、はいはい、もう裁量といってもその仕事のボリュームではなくって、うん、意見発信の場とかね、うん、機会とか、ね、多分それでちょっと1年目は大変な思いをする可能性があるんですけれども、うん、その受け入れる姿勢っていうところは非常に、私も若い時はまだ若いんですけれども、うん、思ってたかなと、はい、思います、はい、なんかこう事業部によってカルチャーが違うとかはあったりするんですか？カラーというか雰囲気は違いますね。お客様先が結構こう雰囲気が違うっていうところは、うん、大きい、まあ、要因かなとは思うんですけれども、はい、やっぱり航空だったりとかっていうところと、うん、一方でこう食品とか、うん、フーズみたいなところで言うとかなりこう雰囲気はだいぶ違うのかなというふうには見てます、うん、はい、やっぱり航空機はその一つの取引でももう何十億何百億っていうお金が動いたりするので、うん、そのために必要な契約書類を何十種類も用意したりだとか、はい、本当に細かい作業が必要になってくる、うん、社員を見ていてもオンオフがきっちりしている人が多いなっていうふうに感じていたり、うん、逆に食品部隊はもうトレンドに、やっぱりトレンドが激しいような業界かなっていうふうに思っているの で、ね、うん、いち早くいろんな情報をキャッチして、うん、それをお客様にスピーディーに伝えていく、うん、でお客様も普段接客業とかされている方で非常に明るい方が多いので、はい、本当にたくさんコミュニケーションを取って明るい雰囲気でやってるかなと見ています。はい、まあ、でもね、その事業部を超えた移動が皆さんあるので、はい、でまあ、そのいろんなところでいろんな要素を吸収して、はいはい、またそういった方が次のところでそのカルチャーを作っていくという感じですかね。はい、ありがとうございます。ではここからは最後のコーナー、就活生が本当に知りたい質問に移っていきましょう。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しピックアップした1問について赤裸々にお話しいただきます。今回はこちら、将来どのようなキャリアを描いているということで、学生さんが気にされているようですので、ぜひちょっとお二人それぞれにお伺いしたいなと思いますが、はい、じゃあ山里さんから伺ってもいいですか？はい、ありがとうございます。はい、私まだこう入って1年というところで、うん、まだまだこう社内でどんな仕事があるのかというところはこう絶賛勉強中ではあるんですけれども、うん、やっぱりこう商社に入ったからには、まあ、トレーディングというところと、まあ、事業投資と、まあ、両方やってみたいなという思いはあります。やっぱりこう それぞれこうどちらも面白みが違うところかと思いますので、今後ジョブローテーションという形で、うん、移動をこう経ていきながら、いろんな仕事を経験したいなと、ざっくりではありますけれども、はい、思い描いてます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ清藤さんはいかがですか？もう多分来年ぐらいで先ほどおっしゃってたんで、はい、私も初めてやる仕事、はい、トレーディングなり事業投資なりっていうところが、うん、進んでいくかなと思いますので、そこでまずは頑張ってみるっていうところ、どんな商材にも今興味があるかなとは感じてます、はい、でその後になるんですけれども、先輩のキャリアを見ていて、うん、こういった働き方もできるんだって思ったのがですね、うん、やっぱり管理部門として始めた、最初のキャリアがそうでしたので、はい、会社の全社的な視点っていうところも少し養いながら、で実際営業部隊っていうところにも立ってみて、でその後になるんですけれども、その後はちょっとまた自社のグループ会社であったり、うん、会社に出向してみて、まあ、いい意味でそういった会社って当社より規模の小さいところになってくるので、はい、行ったからには今以上に自分でちょっとやることが増えたりだとか、その人事として行くのではなくって、はい、人事も経理も法務もやるみたいな、そんな全社的な視点を養えるキャリアになってくるかなとは思っているので、はい、そこも目指せればいいかなと思います。実際そういうグループ会社への出向っていうのも、はいはい、
結構あられるんですか？ありますね。自社のジャルックスグループの中での出向もありますし、実際にジャルに行っているような社員もおります。あ、そうなんです。じゃあ本当にジャルクさん本体だけでもすごく広いですけど、はいはい、そういうグループとかも含めると本当にいろんな経験ができるという、はい、ありがとうございます。さてですね、もうちょっともっとお伺いしたいなと思うんですが、そろそろお時間になってきまいましたので、エンディングの方に入らせていただきます。今日いろいろとお話ししていただきましたけど、いかがでしたでしょうか？はい、そうですね、はい、私はこういった現場にまだあんまり慣れてないので、はい、率直に緊張してました。そうなんですね。でも楽しめました？最後の方は、はい、割とお話できたかなと思います。はい、清口さんはいかがですか？もうね、ワンキャリのイベントも何とか出ていただいていて、少しでも学生さんにジャルックスっていう会社がこんな会社だよっていうところを知っていただければよかったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。では最後に視聴者の方へメッセージをお願いいたします。はい、告知ですかね。はい、はい、ありがとうございます。重ねてにはなるんですけれども、ジャルックス8月9月をめどにですね、ワンデーの就業体験を予定しております。ぜひジャルックスってどういった働き方をしているのでしたりだとか、まだまだイメージつかめてないよっていう方でももちろん歓迎しておりますので、興味のある方はご応募いただければ嬉しいなと思います。それこそ当社にエントリーいただく方はですね、航空業界に興味のある、商社業界に興味のあるっていろんな学生さんがいらっしゃいますし、そういった方に向けてのプログラムを複数用意する予定ですので、ぜひご自身の興味あるところにエントリーをいただければ嬉しいです。皆さんのご応募たくさんお待ちしております。はい、ありがとうございます。まさにね、こうお伺いしていても本当にいろんな授業があったので、まずは多分体験に行かれるとよりね、理解も深まるんじゃないかなと思いますので、まずは皆さんエントリーをしてマイページでね、お知らせがあるのをお待ちいただければと思います。はい、では次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。